去年8月に閉館したミーナ天神は、隣接する商業施設ノース天神と一体化する改装工事を行っています。売り場面積はおよそ2万2100平方メートルで、1階と2階にはユニクロ、3階には GU、 4階には天神南から移転するロフトが入居します。ユニクロの売り場面積は以前のおよそ 1.65 倍で九州最大。また GU が天神に出店するのは4年ぶりです。コンセプトは都会の日常使い空間で、他にもニトリや100円ショップのセリア、天神地区初進出となるスリーコインズプラスなど32店舗が出店します。旧ノース天神とミーナ天神が一体化することで、ワンフロアがかなり大きくなりますので、今までなかった大型店もご入居いただくことで、地域の皆様がより使いやすい施設になるかと思っております。また地下1階にはイベントなどで活用できる広場を新設するほか、屋上のフットサルコートもリニューアルし、空いた時間はドッグランで利用できるということです。ミーナ天神は来月28日にリニューアルオープンします。